ということで、2023年シリーズ2先発が追加されまして、オリックスからは田嶋投手登場しました。ありがとうございます。ということで、今回も解説をやっていきたいなと思います。おそらくこちらが先発最後の枠になってくるんじゃないかなと思います。算数はですね、9位請求スタミナ全同値76の B となっております。投手的性は先発のみで、球種はこんな感じで、まあ多彩ですね。かなり特殊能力は超大ピンチ、キレ回、球持ち。ということで、おそらくこの枠は山崎幸也さんの予定だったと思うんですけれども、まあ、日ハムに FA 移籍したことによる排出停止で田嶋さんになったっていう感じですね。まあ、田嶋さんでも十分強いと思います。やっぱりですね、まあ、球種はもちろんなんですけれども、特殊能力で超大ピンチ、キレ、球持ち。かなり強い特殊能力が3つ揃ってます。で、まあ、超大ピンチがあっての、やっぱこの多彩な変化球を活かしていけるっていうだけで、純正では間違いなくローテ入ってきますし、まあ、僕もですね、できたら超大ピンチが剥奪される前に取っておきたい選手かなと思います。グランドオープンまであと2ヶ月、新スタートダッシュガチャや、ファイナルミキサーでぜひ、狙ってみてください。